おはようございます。おはようございます。さあ、2日目ですね。2日目、2日酔いということで。本当に？顔パンパンやん、俺も。でもやっぱどこの居酒屋行ってもマジバレー部しかいないです。本当。てか逆に一般の方はどこにいるのかという。居酒屋が足りてない説あるんですよ。あるな。青森の。よし。How are you? In the morning. まずは。How are you? How are you? I'm doing good. Doing good? Yeah. You slept well? Slept very well. Oh. Yeah, I'm ready to play. Oh, ready to play? Okay. Today, the tournament will start. どう頑張りますか? Today's day two. The 2024 Club Cup in Aomori.The weather, very rainy. Huge typhoon. But that won't stop me. Today, we're playing two matches, and if we lose, we're out. So we can't afford to lose. I hope to bring more intensity than yesterday and help Suisen get the W. Let's go. Thank you.
ってやれますね。角度いいのかもしれない。ブロックは全部機能してない。
か、まあ、今大会のこともそうだし、まあ、この1年間を通してみたいなところで、なんか皆さんが感じてることとか、なんかそういう声を聞く機会が、まあ、アンケートでお願いしたりとかもしたんですけど、まあ、直接対話する機会とかが本当になくて、まあ、それは申し訳なかったなというふうに、まあ、ちょっと冷静になって そんなふうにも思ったものですから、まあ、ちょっとこんなに集まれる機会もなかなかないんで、ちょっとミーティングして帰ろうかなというふうに思いますので、ちょっとだけお付き合いください。やっぱ今日みたいに負けちゃうときは負けちゃうし、まあ、なんかすごい、まあ、改めて、まあ、バレーボールって難しいと思いましたし、まあ、試合中、まあ、今みんな結構出たと思うんですけど、やっぱりみんな追われる立場になって、まあ、結構顔もすごい怖い顔してやってたんで、まあ、言い方があんま良くないかもしれないんですけども、クラブチームだと思うので、やっぱ楽しくみんなでやった上で勝てるっていうのがやっぱり、まあ、大事っていうか、まあ、なんか理想っていうか、私たちも見て楽しい、いろんな人が見て楽しい、自分がやってて楽しいって呼ばれるにはたどり着くのってすごく難しいんじゃないかなっていうふうに思って、なかなか今年のチームを見ていて、なかなかちょっと本音を言えないような選手が、まあ、多いなっていうふうにすごく感じていたので、まあ、それは私の個人の意見かもしれないんですけども、どうやったらみんながいろんな意見を言えるかとか、そういう環境づくりっていうところをもっと頑張っていかなきゃいけないなと思うし、多分それは選手ではなくて私たち支えてる側も、なんだろうな、できることではあると思うので、推薦って本当に家族みたいだから、ここにいるみんなといるだけで幸せだと思います。アメリカ人ってこういう経験はあまり珍しいですから、すごくありがたいと思います。力貸せなくて推薦でした。チームとしてはやっぱ相手の方が強かったし、でクロア式とかそういう大きな大会で、多分人自体はすごく強くなってるかなって気はしたんですけど、チームとしては多分去年よりも落ちてんじゃないかなって正直感じちゃったから、まあ、酒がなくても楽しいチームの方がいいなとは思います。っていうのも、酒がなくても多分今酒ないからみんな集まらないじゃないですか。酒なくてもじゃあみんなでどこかでピクニックしようぜぐらいで集まれるぐらいやっぱ仲いいと、どんな人でもやっぱどんどん来れると思いますし、そうなんか練習がなくてもなんか推薦と集まろうぜが、多分今練習があっての推薦になっちゃってるんで、と分かる、半年前とかその以前は分かんないですけど、そのぐらいもっと仲良くなれればもっともっと強くなるんじゃないかなっていう感じでした。なので、バーベキュー、スキー、脱出ゲーム、遊園地計画してた。小島さんがいろんなとこ走って体育館取ってくれて、でも、もう体育館は5人ぐらいしか来ないみたいな、まあ、ありえないかなと思って、あとはまあボールとかも小島さんがどっかピックアップして置いとくわみたいな、小島さんは夜勤あるのにこれからみたいなところがあって、それが当たり前だとは絶対思っちゃいけないと思って、そういうところは皆さんにすごく感謝、まあ、このバレーボールができる環境が当たり前じゃないっていうのはもう一回考え直す、もう自分含めてですけど考え直さないといけないなと思いました。今年は、小島さんからの練習人足りないので来てくださいっていう連絡が、まあ、一番多い年だったかなって思ってて、まあその、まあ、みんな言ってるようにキーワードを楽しむだと思ってるんですけど、まあ、昔の話するとすごいちょっと老害的な表現になるんですけどまあなんかこう、まあ、みんなも言ってるように、まあ、なんて言うんだろう、練習なんかまあ友達とバレー遊びに行くみたいな、その後飲みたいから練習行くとか、まあ、そういう雰囲気みたいなのが、まあ、きっとこのメンバーだったらその勝ち、まあ、見れないですけど、まあ、勝つのと楽しむと両立できると思うんで、そのなんて言うんだろうな、まあ、その気持ちの動向だけでは多分解決できない人数になってきてるんで、多分幹部の人たちが今日の会話をヒントにこう動いてくれると思うんで、まあ、選手たちが、まあ、それに、協力するというか、
それちょっとの協力が、まあ、きっとみんなの楽しみにつながると思って、まあ、楽しむっていうのを忘れてるんじゃないかなと思ってます。なので、まあ、確かに思い悩むことたくさんあると思うんですけど、まあ、まずはみんなバレーボールが好きっていうこと、まあ、みんな一緒だと思って、まあ、一人一人性格も違うしバレースタイルも違うしやってきた環境も違うと思うんですけど、バレーボールが好きっていうのはみんな一緒だと思って、俺は本当に水星好きだし好きのままでいたいし、ちょっと気持ちがどっか行っちゃってたと決まったんですけど、まあ、その時間がもったいないなって思ってます正直。でもまあこうでもなんですか、まあ最後なんかちょっと感情熱くなって言っちゃうんですけど、まあ、最後友彦に上げ続けたのは自分は全然後悔してないし、友彦にすごい助けられてたチームだと思ってるんで、まあ、結果シャットされちゃったっすけど、自分は全然後悔ないっていうか、あのひりつく場面を楽しめたかなって逆に思ってて、あやっぱ推薦入ってバレーできててよかったなって。まあって言ってもまだ推薦4年目のチームでちょっとまあ成功するのが早すぎて、で今回の失敗がすごくなんだろう、今までこう今右肩が生きた分ドッとみんな部分があるかもしれないけど、やっぱクラブチームって今回の大会もあのすんごいお腹出てるおっさんとか、やっぱ何年やってんだこの人っていう、本当20年間同じチームでやってる人とかやっぱいるような、そういうカテゴリーでやってるので、まだもう初めて失敗したぐらいのそんな感覚のひよこチームだと思って、まあこれからあと10年20年またみんなでまあこういう大会に来れるようにしていきたいなっていうふうに。多分一番のなんだろう改善できるところって多分伝え方、その愛が足りないとかっていう話だと思うんだよね。結局その愛情が足りない、リスペクトが足りないって、もうただ本当それだけで、で相手に何かを伝えたい、でもその伝え方を間違っちゃうと本質が伝わらないから、結局言うだけでただ攻撃してるだけになっちゃったりするし、だから聞く側のことを考えて一回その自分が今言おうとしたことを一回飲み込んで本当に正しいかなって噛み砕いて、その人に合った伝え方をしないとやっぱ伝わらないと意味がないし、でその例えば意見をもらうことに関してもすぐ突っぱねるんじゃなくて一回飲み込む、で一回飲み込んで噛み砕いてみて、で何かその伝えたいことがあればそれに対してアンサーをすればいいし、本当そのコミュニケーションの取り方だけできっとこのチームはすぐまとまると思うので、ね、こんだけ、ね、いい子たちが集まってて一個の価値観を共有すべきだと思ってて、それは何かっていうと五越同州でもいいじゃないって俺は思っていいと思って、レントどういう意味なの？五越同州わかんない絶対来ると思ってそうで、五越同州ってのは何かっていうと違う目的でも同じ船に乗っている状態なんです。これがすごく大事で、でそれはただこう同じ船に乗ればいいってことじゃなくて、みんな目的はあっちに行くかこっちに行くんだけど、まずはこの川を渡るためにこの船をに乗ることがみんな最適解なんだよね。だからみんな進んでこの船に乗って楽しいよっていう状況を作るべきかなと。これで人が増えれば増えるとすごい難しい。まあやっぱ悔しいですね、負けると。まあでも楽しかったかなと思います。あの24対20あの場面、やっぱりあのひりつきっていうのを楽しみながら、その勝った時の感覚っていうのを、まあ、忘れて、すいません、ね、まあ、ね、忘れられないからみんなやってるのかなと思いますので、楽しくやるのもそうですし、勝ったらやっぱり楽しいよねって言える、そんなみんなが僕は大好きです。まあ、結論から言うと改めて推薦のことが好きなんだなと思った大会でした。で理由としては本当に自分がバレーしてるっていうところも好きでしたけど、こう応援してくれた方々のおかげでこういいバレーができたりとか、また今日も実際自分が応援しててすごい楽しかったし、負けて悔しい気持ちも共感できたし、本当に推薦の一員なんだなって、本当に好きなんだなって思った反面、今日改めて好きなんだって思ったんですけど、それまでは確かに楽しくない時期もあったかなっていうところで、本当皆様話してたんですけど、
ちょっと関係性がフラットじゃなかったりとか、お互いにリスペクト持ててなかったりとか、本当ちょっとした歪みが広がって今の状態になってるのかなっていうところで、今回今小島さんこういう機会を開いてくれましたけど、機会なくてもこう集まったり飲みとかあるんですだと思うんで、そういったところでもっとお互いが話し合えたらいいのかなって、本当スイスイとスイセン一つのチームと一つのチームだと思うんで、はい、みんなで話し合って楽しめたらいいなっていうふうに思いました。すみません、僕からは以上です。こんなに楽しいチームないし、またバレーやろうかなと思ったのも皆さんのおかげなんで、またまあ、ごめんなさい、今年、まあ、幹部になって周りから、まあ、僕自分あんまり周りに対してそんなに言わないんですけど、聞き入れる立場っていうのが、まあ、昔からのそれ立ち位置なんで、楽しくないとかめっちゃ言われてたんですけど、まあ、そのたんび入れ替えて学生以上に多分考えてて、みんながどうやったら楽しめるかなと、本当皆さんの、まあ、いろんな意見を聞いて、まあ、ちょっと何か話そうかって感じなんですけど、まあ、やっぱりすごい、思うのは、まあ、一つは、まあ、何個か多分分類できてみんな皆さんが言ってる、一つはやっぱり一番大きい声が、まあ、今まで楽しかったのに最近楽しくないよねっていうやつと、楽しくないよねっていうやつと、あと、まあ、今回、まあ、クラブカップ負けちゃったけど天皇杯目標にしてんだから頑張ろうよねっていうやつで、あとはみんなさんというかサポートしてくれてる人がいっぱいいるんだから、その感謝の気持ち忘れちゃいけないよねっていうのがこの3点がすごいあると思ってて、それはすごい、なんて言うんだろう、今回こうやって、まあ、おじこさんが設定してくれましたけど、すごいいい機会で、まあ、僕は正直そこまで皆さんがそう思ってくれてるって全く分かってなかったし、すごいまずありがとうございました。で、僕の意見としては、まあ順位とかが去年も言ってた、ずっとまあ飲み会のために、まあ、みんなも言ってたと思うんですけど、やっぱり昼も夜も日本一取るんだってずっとね、言ってたと思うんですよね。で、これってまあふざけて半ば言ってるかもしれないけど、これってやっぱ推薦が今後を目指していく一番のところなんじゃないかって思って、て昼一番、クラブチームで一番強い、夜もやっぱ楽しむよねっていうところで、僕はすごいやっぱり好きだった、入った時に小松さんってやってる時も、純が行ってた時もごめんなさい、やっぱすごい好きで、推薦で割れするの好きだし、飲みに行くのもすごい楽しいけど、自分がいつキャプテンだった時にやっぱこういうチームになっちゃって、うん、すごい悔しいって思いもあるし、でもやっぱりみんなも言ってくれてる通り、今年終わってなくて、天皇杯目標にしてるし、最後ここで焦げちゃったけど、僕は絶対もう一回難しいけど、やっぱみんなが楽しいチームになりたいと思ってで、すごい僕もずっとキャプテンをやってたんですけど、すごいシーズンの、まあ、大学のキャプテンもすごい思ってたんですけど、やっぱ自分って全然チームのみんなを楽しくプレーさせるっていうのがすごい苦手、すごい苦手、多分練習やってたら思うと思うんですけど、やっぱ僕真面目だから真面目にやれよって思っちゃうし、ふざけてるやつ見るとふざけんなって思っちゃうんですよね。でもやっぱクラブってそうじゃなくて、絶対楽しくないと来ないし、やっぱ大野さん言ってたみたいに、僕らがじゃあバーベキューで集まるって時にどんぐらい今集まるかって言ったら全然集まんない。でやっぱ僕すごい苦手で、でもやっぱクラブチームでやるってなったらそれが絶対必要だと、もうすごい今皆さんの声を聞いてすごい思ったんですよね。だからまあ純の言ったなんかさっきのよくわかんない40時間のやつすごい覚えてる、覚えてる、すごい、すごい大事だと思ってて、で、ごめんなさい、何言いたかったっていうと、僕一人だとやっぱ無理、あ、まあ、もう本当すでにもういろんな方に協力していただいてるんですけど、僕一人も絶対無理で、だから皆さんの思ってることをめちゃくちゃ言ってほしいし、雄大さんと小松さんもやっぱ言っていただいてるみたいに、なんだろう、どういう形にしたいとか、もっと周りからすごいこう助けてほしいとすごい思いました。雄大の話聞いてたらもう涙止まらなくて、ちょっとちゃんと喋れないと思うんで、ちょっと聞きづらくて申し訳ないですけど、
なんか普段から、まあ、僕ツイッターとかもやってるんですけど、なんか部員一人一人みんなのためにとか、なんかみんなに幸せになってほしいとか、まあ、それがチーム作って監督で代表やってる自分の使命ですみたいな、なんかそんなかっこいいこと言ってるんですけど、本当は違くて、もうただ僕のプライドだけでやってるんですよ。もはや僕は自分で日本一になりたくて、で今年も黒鷲に出てすごいチームあるぞって全国の人に知ってもらって、でなんかそういう流れに乗ってまたクラブも優勝して、お二人も天皇杯もいい結果残してみたいな、でそれってなんかもうチームのためじゃなくてもはや自分のためなんですよ本当に。なんでなんかそういう僕のなんかこれくだらないもう取って足らぬみたいなこのプライドで今も結局負けて、まあ、今というかさっき負けて本当にもう誰にも会いたくなくて、なんか推薦の監督だとか言ってカッコつけて話なんねえじゃねえかと思って、もうそんな自分のことだけ考えてて本当になんかそんなことでなんか皆さんに負けられないとか絶対勝とうなとか言って本当に余計なものを背負わせてしまったと思って、なので僕のせいですってさっき話したんですよ。実は別に監督だから責任取るんでとかそういう話じゃなくて、でももともとは僕はそうじゃなくて、本当にあの推薦のメンバー一人一人本当にもう全員弟みたいに可愛いですよ、本当みんな大好きで、もうそれだけなんです本当に。なのになんか途中で履き違えて、本当に申し訳なかったし、いや監督失格だなと思って、でなんかちょっと投げやりな今後のこと考えようかなとか言って、まあ、順からちょっと怒られたんですけども、僕って、まあ、ちょっと個人的な話になってしまって申し訳ないんですけど、まあもともと皆さん大体ご存知だと思うんですけど、その推薦というチームを作る前は山形セルナスで国体のチームでずっとやっていて、で、まあ、今も一応いるんで、何年やったんですかね、社会人になって14年ぐらいやってるんですけど、で国体に行くことがやっぱ本国体に行くことがすごい目標だったので、毎年の夏それが全てだったんですよ。で僕14年間やってきて本国体に行けたのって4回しかなくて、だから僕14分の4こんな思いしてるんですよ実は。で毎回バレーやめてやろうと思って、なんでこんな夏になって、まあ山形的に言うとバーベキューじゃなくて芋煮会っていうんですけども、まあなんか芋煮会の約束も断って、なんでこんな負けるために来てんだろうと思って、僕ここで3回負けてるんですよ同じくらいの時期に。僕ここ全くいい思い出なくて本当来たくなかったんですけども、だから僕のバレーボールキャリアだってそんなもんなんですよ。で皆さんはその雄大も言ってたけど、まあ、まだ創部4年のこのチームで、まあ、本当に1回つまずいただけですよ。だからまあ、すごい自暴自棄になるかもしれないし、いやなんかバレーしんどいわとか
まあ、西山も言ってたけど、プロ足球負けてちょっとね、なんかスイッチオフになったとか言ってましたけど、いや気持ちすごいわかるし、でもいや僕も毎年毎年そうなんですけど、まあ、僕とあの皆さんおなじみの KG さんとかはもう2人して帰りの車で泣いて、もうバレーいっかみたいな話して、でも毎年やってんすよ、そうやって。でも、まあ、みんなにもたまに飲みに行ったりとかして言うかもしれないですけど、結構やっぱ長くバレーボールやってると本当にいいことあるんで、僕もこんな社会人までなって十何年やって日本一になれると思ってなかったし、クロアチア行けると思ってなかったし、天皇杯の関東ラウンドなんで、ね、本当に素晴らしいことだと思うし、これからも。なのであの本当にそこってせめぎ合いなんですけど、絶対いいことあるんで、最後笑ってやめるべきだと思うんですよ、バレーは。だってみんな好きでやってるし、好きで始めたし、だからその気持ち忘れないでほしいなと思って、まあ、あの性格はみんな人それぞれだと思うんですけども、まあ、僕は本当に負けず嫌いなんで、まあ、僕泣いて終わるのは絶対嫌なんで、もう最後笑ってバレーやめてやろうってずっと思ってるんで、まあ、毎年そんなギャンブルをしてるわけなんですけど、まあ、今年は、まあ、まだ終わりではないんですけど、まあ、このギャンブルには僕は負けて、まあ、でも僕はここで終わるつもりないですし、またもう一回見返してやろうってしか今思ってなくて、なのでなんか皆さん、まあ、こういう場だから、いやもうちょっとバレーやるのしんどいっすわってなかなか言いづらかったかもしれないですけど、でもやっぱそういう方がいてもやっぱ信じて頑張ってほしいです、本当に。でクラブチームで、まあ、クラブチームっていうのはもう一回置いといて、なんかよく、まあ、別に仲良しじゃなくてもいいからさ、とコートの中に入って一緒にプレーするときはまとまろうぜみたいなこと言う人もいると思うんですけど、まあ、結構プロとか学生とかって、まあ、まあ結構あるあるだと思うんですけど、もう僕クラブチームでそれはダメだと思ってて、でも僕仲良しでいてほしいですよ、本当に。一人一人嫌いなやつとか、まあ、もちろんね、その趣味の合う合わないとかそういうので、まあ、距離感っていろいろあると思うんだけど、なんかいがみ合ったりとか、あいつ苦手だわとか、なんか本当そういうの不幸だから、いや僕は 理想語ってんのかもしれないけど、やっぱ仲良しでいるべきだと思うんですよ。だからそうなれる方法をもう一回探していきたいなと思うし、やっぱり、まあ、僕のところにもやっぱ楽しくないって言ってるやつがいるとか、モチベーション落ちてるやつがいるとか、やっぱいろんな声が、まあ、僕のところに最後届くぐらいに、やっぱいろんなフラストレーションというか、いろんな鬱憤が溜まっているような状況で、まあなんかそれでもなんとかなるっしょみたいなので、なんか僕が頑張ってる姿を見せれば、なんかみんなついてくるっしょみたいな、ちょっとうがったようなそんな姿勢を僕も取っていて、本当はガツンと言えばよかったんですけども、まあ、でもなんか僕が言ったらもうポキッと折れるようなそんな感じもして、ちょっとなかなか言えなくて、だから僕がその体育館取りに行ったりとか、まあ、なんとか言ってくれてましたけど、あのね、調整会議出たりとか、まあ、なんかいろんな資金の援助を探しに行ったりとか、まあ、なんかああいう風な姿を見て何か感じてくれたらいいなっていうような、ちょっと甘いような思いもあったり、まあ、なんかそれも結局自分のためにやってるんだなみたいなところもあって、なんでもなかったんですけども、なのでちょっと僕もそういう考え改めてっていうか、もうちょっと僕のそういうプライドみたいなものを本当に捨てて、もともと僕は大した選手でもないですし、大したバレーボールキャリアも歩んでないので、ちょっと一旦本当にあのこういう37の
アラフォーのおっさんがプライド捨てるって結構なかなか大変なことだと思うんですけれども、まあ、僕って人は変われるってずっと信じてるので、まあ、僕は自分で変わろうって思ってるんで、まあ、みんなも一人一人個人が変わるのか組織が変わるのかっていうのはまたいろいろあると思うんですけど、何か変えるために動いてほしいなって思うし、やっぱみんなが推薦好きだなって言ってくれるのがやっぱ僕はすごい嬉しいんで、だからなんか初期面がとか新しいメンバーがとかもうそんな関係ないっすよ正直。別に初期は初期のそういう楽しみ方があったけど、だんだん変化していくのは当然だし、変化を恐れずに僕はやってきたつもりなんで、だから本当小松が言ってたけど、まあ、やったことないことをやってるんで、それ失敗もするし、まあ、僕は失敗しか本当に導けてなくて申し訳ないんですけども、まあ、最後笑えればええやんと思ってるんで、なんかそのためにもう一回ちょっともう毎度毎度で本当申し訳ないんですけど、もう一回みんなの力を貸してほしいなというふうに思っているので、ぜひまたみんなで前に進めればいいかなと思ってますので、はい、本当にこれからもよろしくお願いします。こんな本当に申し訳ないですけど、最年長で、いやでも本当に今日の試合も、まあ、本当に健太郎が楽しかったって言ってましたけど、本当に楽しくて悔しくて、まあ、でも悔しくてみたいな感じで、まああいうでも2点3点の勝負で勝つからやめられねえんだよなとか思って、またもう一回ああいう瞬間を味わいたいなというふうに思いますんで、皆さんはその日本一、まあ、去年日本一で、まあ、今年連覇できなくてもう推薦終わりじゃんとか、推薦負けたのとか、まあ、いろいろ言われるかもしれないですけど、まあ、別にそう関係ないんで、もう周りのやつは関係ないんで、まあ、言わせとけばいいんで、最後俺らがやり返せばそれでいいから、だから胸張って東京帰ってください。本当にでもう一回だからまた東京でみんなでこのチームでいろんなことやれればいいかなというふうに思ってますので、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、すいませんちょっと脈絡がなくてありがとうございました。はい、すいません。さあみんなで花火大会でございます。最高。熱い。マジで火傷してると思う俺これ。OKOKOK。いい感じ。ガチと言ったらガチで掛け声お願いします。じゃあ行きます。